博物館で購入したチンクチンクに載ってますののです。お願いします。よろしくお願いします。毎日倉庫に会いに行くぐらい会いに行っちゃう。この子なら乗りたいって。それはやっぱりもう見た目が興味がなかったので。そうなんですか。そうです。でこのチンク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 は、はい、チンクエチェント博物館で購入されたと思うんですけど、どうですか。チンクエチェント博物館自体に初めてね一目惚れした時に行ったと思うんですけど、博物館自体はどうでした。もう可愛いが溢れすぎててその日の写真の枚数がすごかったいろんなの撮りました。撮りすぎ同じのじゃないのぐらい撮ってました、ね、本当に結構な台数並んでますよ ね、 すね。初めて衝撃受けました。あこんな車って可愛いんだと思って。あそうか、車屋さん自体にもそんな行くことが行かないですね。なくて全然行かないです。でもほぼほぼ初めて。もうほぼ初めて。あそんな車が並んでるとこ見たのも、まあ、なんか本当に道走っててその中古の車屋さん見るぐらいしか車並んで見ないぐらい。へ全く興味なかったのに。すごいですね。その全く車に興味なかったのに、ね、博物館行って車に興味を持ったってことですね。あそうですね。車というかもうチンクに興味を持っちゃったっ、ね、車じゃないもうチンク、チンクに。チンクが可愛いチンクが可愛いなんですよね、はい、でもこう何台もあるじゃないですか、はい、なのにこう何台もある中でなんでこの F タイプの方。もともとは D タイプの白い子がいたんですけど、その子がいいないいなと思ってて、ただもうちょっと考えようと思って、ただすごくその時にどの色がいいかなっていう話をしてた時に、もう全塗装してでもちょっと青みがかったグレーがいいなって思って、その D の子を全塗装しようかっていう話まで出てたんです。でちょっとある時、はい、軽井沢やったかな、はい、の方からオーバーホールしたチンクを持ってきていただいたんで、うん、見せていただく機会があったんですけど、うん、その時に行ったらたまたま3日前ぐらいに入ってきてたこの子がいて、一目惚れ。そこで2度目のこの子がいいになりました。チンクがいいから、はい、この子がいい。そういうことなんです。もうなんかチンク自体が全体可愛いと思ってたのが、もうあこの子、この子しかいないと。この子。そうなんですね。そこでも即決ですか。私の心はもう決まってたんですけど、うんうん、周りにいや一旦考えようってでもこの子がいいって言い続けて。あもうじゃあ最終的にはもうご自身で決めたというか、プラスまあ家族と話して、ね、話してはほぼないけど多分唯一こんな感じで大変だよっていうのを教えてくださったの部活さん。あ、はいはいはい、他は全員あいいんちゃう可愛いいいんちゃうしか言わなかったやっぱそのねいいんちゃうって言葉にあ乗りたいなっていう風になったんですよね。どうですかこう実際に試乗もされたんですか、はい、運転席には乗ってみました、ね、こ初めてこう中に入って乗ってみた時、はい、時ですか。足せんまと思いました、ね、っていうのと、あとシートが意外と柔らかいなと思ったのは覚えてます。うん、意外と、はい、もっと硬そうに見えてたから、うんそうだ結構柔らかい。あとハンドル可愛すぎって思うし、あのこの細いこのめちゃめちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、バスみたいなこの大きいハンドル、はい、私も初めて見たんですけどこんなに細くて、ね、ちょっとおしゃれでねレトロ感もあって、ね、女子の心をくすぐられますよねすごくすごい可愛い。でどうですか、こう買って、はい、実際に納車の日を迎えた時、はい、覚えてますどんな気持ちだったか。心臓が痛かった今からこれ乗って帰るの大丈夫かなみたいな。
これ納車早々ぶつけたりしない大丈夫乗れるっていう不安はすごかったんですけど、キャリアカーに乗ってるチンくんもすごい可愛くって、降ろしてるところから動画を撮ってたまに見返して、あやっぱ可愛いな、もうそこ登場するシーンからそこから可愛かったです。あそうなんですね。初めて乗った時どうでした？やっぱクラッチが重すぎて半クラが全然下手くそ。やっぱ慣れるまでが難しくて。慣れるまでは難しかったです。今ね 2,3 ヶ月乗ってると思うんですけど、だいぶ慣れました？あだいぶ慣れてきました。よかった。ようやく。京都に住まれてると思うんですけど、はい、京都の街とか巡ったりするんですか？いや京都の街はあんまり行ってないんですけど、まあ、キャンプに行ったりとか、あ友達をちょっとドライブしたりとかはしてます。いいですね。キャンプに乗って行って、はい、そこで写真とか撮ったり。そうです。うん、ののさんからこう、ね、一番こうチンクチンクが映える場所とかってお気に入りの場所ってあるんですか？この前行ったキャンプ場が、はい、下砂地ですごい青空だったんですけど、やっぱ青空がすごい映えるなと思ってます。青空の下のチンクチンク、チンクチンクめちゃくちゃ可愛い。やっぱ大自然の中にいるのも可愛い。うーん、写真たくさん撮りました？めちゃくちゃ撮りました。もういろんな画角から収めてもう思い残すことないぐらい撮ったんですけど、まだ撮りたいです。いろんなとこ行って海の景色とかも撮りたいな。あいいですね。でもこれからね、今からですからね。そうですね、今からどんどんいろんなところで記念にね収めていきたいですよね。行きたいです。うん、こう困ったこととか何かこう乗るときに工夫してることとかって販売しておりますので、というか困るのはやっぱりシフトを上げていくのはいいんですけど、下げるのがまだ苦手で、急な坂道がやってくるとすごい身構えて、まだ4から3は下げる、3から2とかも全然下手くそすぎて、はい、ちょっといっぱい乗りたいなと思ってます。あもうこれからね、これからちょっと練習して、練習してで、そういう時ってこう誰かからアドバイスとかもらったり、父からもらったりもするんですけど、うん、やっぱり自分の感覚になると思うので、うん、自分でなんか擬音つけて覚えてる。あもう叩き込む。あ叩き込む。やるしかない。やるしかないと。最初買われた時に写真に坊主にしてる写真を撮られたんですよね。はい。それぐらいやっぱり可愛いなと思って。可愛いです。本当食べちゃいたいぐらい可愛いってこのことかなみたいな。自然と頬ずりしてっちゃった。もうハグするのが大好きなんで。もうだから平日とかも疲れた仕事と思っても帰ってきて用事もなく倉庫に行ってとりあえずハグしとこう。まずハグ。ハグしとこうかな。可愛いね。今日もね。また今週末乗るからねみたいな。自分の子供みたいに。そうです。本部テントに。最後に、はい、チンクへの愛をなんか一言と。一言。どこが好きですか？どこが好き？もうチンクのもう色から形から音からもう全部が大好きです。もうね本当にチンクの愛が伝わりました。すごいね、いいお話、素敵なお話聞かせていただいてありがとうございます。ありがとうございました。ののさんがねこのチンクチンクに乗れるってなった時にどう思われますか？乗れ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 いけいけ買え買え。実際にね3人で乗ったと思うんですけど、その時の感想としてはいかがですか？いやもうどんどん乗れ、もうどんどん乗れ乗れ、どんどん乗れと。あの何も反対しない、買え買え、何でも買え買え。でもこれからもね、いろいろこう走り回ってもらえることを楽しみにしてるんで、はい、そうだよね。ヤギちゃんもね、はい、なんて名前でしたっけ？ムッカちゃん、ムッカちゃん、ムッカちゃんと4人で、はい、ね、これからも楽しい愛車に乗って、はい、いろいろと出かけていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本部テントの近くまでお越しください。いいねとチャンネル登録お願いします。グラッツェ。